プロディジーはフェンダー社のエレクトリックギター。1991年にフェンダー社のスーパーストラトとして発売された。1993年まで製造。個体数は少ない。約2年間アメリカ合衆国のみで生産、販売されており、フェンダー社のエレクトリックギターの中で希少な機種に分類される。ちなみに、プロディジーとは振動という意味であり、90年代初頭に、 アメリカでアイバニーズやジャクソンギターに人気を奪われたフェンダー社を救う新しいモデルという願いを込めて発表されたが約2年後にフェンダー社より理由が明らかにされないまま製造中止される現在に至ってはアメリカでも入手困難であるプロディジーのスタンスはレオフェンダーの伝統的なデザインを踏襲しながらストラトキャスターの新たな可能性を引き出すことにあったこの点が 他者や同社からの他のスーパーストラトとの大きな違いであろう。ボディシェイプはストラトキャスターを元にしているがオフセットボディでありカッタウェイも深いものとなっている。ヘッドストックの形も若干ストラトキャスターのものとは異なりスリムになっている。それに伴いピックガードなどのデザインもストラトキャスターから細かい変更がなされている。トレモロユニットもジャズマスターの フローティングトレモロシステムを元にしているが、サドルの溝やサステインブロックの形状など細かい点で、ストラトキャスターのものと異なっている。ピックアップはフロントとミドルがシングルコイルになっており、これはストラトキャスターからの継承であり、リアはハムバッカーでギブソンのレスポールを彷彿させる仕上げになっている。すべてのピックアップのトーンコントロールが可能であり、どのピックアップでも リズムとリードに対応できる仕様になっている。ストラトキャスターと比べるとハムバッカーにより繰り出される太い音が出すことが可能であるが鋭い伝統的なシングルコイルによる繊細な音も出せるのが特徴である。ありがとうございます。